はい、こんにちは、くんです。ということで、カリード・ジェシカ、やっていきましょう。ジェシカ・リュード、どうしよっかな。科目に行きたい。微妙なんだよな、これ、ログが。どうしようかな。どうしよう。まあ、そこそこ。そこそこ生き残りますか。スーザン白、ジェシカ白。おー、黙ってよ、俺。もう黙ってられるわ。カミングアウト。超寡黙狩人するか。超寡黙狩りするわ。フレディ、スーザン。あー、ロケットですらなし。うんだね。一番黒そうなのはあんまりって感じだな。あんままだわかんねえな。おい、こういうのを話す必要ないから。言うて話すとこないですから。縦に長くログを伸ばすやつは人狼の匂いがするぞ。こういうやつとかな、スーザン、フレディとか人狼の匂いするぜ。リリアン・サンドラでお願いします。あー、リリアン・サンドラか。縦に長いログを伸ばしてるやつかな。仮して、前までに、縦に長いログを伸ばしていた、スーザン・フレディが黒というのが、現状の意見だな。なんだろうな。おい、サンドラもユリアも発言してないから、別にどっちでもいいんだよな、ぶっちゃけ。サンドラ・リリアンも発言しなそう。何も関係ないからついでいいというのがわからんな。発言伸びなそう。サンドラは雑な繰り返し。ここに伸びなそうだが、殴る箇所もお互い、特に話すことがない村とも思える。仮して、前までにうるさかった、二人のが、個人的には黒く思ってるかな。ジェシカ白語りでした。サンドラ白ですね。おー。それを今言う理由ってあんのか？なぜ今言うんだろう。まあ、サンドラに仮指定が入ったからか。まあ、放置でいいんじゃないですか。ああ。フレディが怪しいね。さあ、どうするんだろう。次、どこ噛んでくるかな。占いどっちか噛むかね。ソフィア、フランク。フランクのが新芽があるんだよな。まあ、リリアン釣りでいいんじゃないですか。私が強靭ならスタンプしか出してないジェシカカゴエタのわざわざ外さないかな。まあ確かにソフィア新名あるような気がするけど、1分前どうするんだ。俺はちゃんと1本考察入れたぞ。フレディ狼かな。フレディ・スーザンあたり狼いるかな。あとはフランクの白出しはどこだ。うん、この辺狼ありそうだな。リリアン、仮指定が入っていて。フレディ行く回避。まあフレディ・スーザンあたりいそうな気がするんだよな。ソフィアの意味不明なところは喋らないから語りをやめたという点です。喋らないならそれこそ狼の可能性もありますし、ソフィアからしてみればむしろジェシカに白出しして、フランクをかませるべきだったのではないですか。語りの理由もいまいちピンときません。サンドラが仮指定入ったタイミングですぐ訂正すべきだったような気がします。まあそうだな、昨日の語りや投票周りに関してで、まず初日の結果語りが謎い。さあフランクは守れるか。おう、ソフィア噛むか。多分ソフィアシンってことなのかな。噛めそうな方噛んだって感じか。フランクの方がギターとは俺も思っているが、うん。ただ俺サンドラに狼は占いジェシカ白。おー、フレディの色が気になるかな。正直サンドラがサンドラは白いかな。ここでのソフィア髪がサンドラがすごく白い。そして逆に言うなら、スーザンが黒くなるかな。グレーならリリアン、ニック、ジェシカになるよね。ニックはそれなりに考察を落としたいから占い師ではないかと思った。フレディは白か。スーザンサイクロかな。今日はフランクを押す。まあフランクは安全かな。確かに。サンドラはろくなこと話してないんだよな。ただ白い。ただフレディだったらここで黒出ししてきそうな気もしなくもないが、多分分かんなかったのかな。とりあえず白出ししたのか分かんなくて。そうだな、リリアンかな。リリアン・スーザンサイクロで提出かな。どうだろうな。いや違う、ちょっと待ってよ。サンドラ白くもないか。サンドラ黒だったらこの髪型しないよな、多分。この髪型しないかな。そもそもソフィア髪を決断できる人が少ない。サンドラが黒なら、ソフィア髪はめちゃくちゃリスキーだし、メリットもない。ソフィア新芽落ちてるので、このまま放置でも釣って処理してくれそうな場面だった。そこで、あえて潰すのは、初日囲いのスーザン黒が見えてくる。で、プラス、そうだな。リリアンの黒いところは、仮指定後、サンドラ白とソフィアが訂正した際に、しきりにデシカ黒と連呼している。連呼して、飛び火を誘導している。終わりかな。フランクは新芽ないと思うけどな。結局フランクはなんだっけ、スーザン占いだよな。ここでどこを噛みに来る？霊能を噛みたいかな？グッチョブを狙いに行くか。それか俺を噛みたいかな。いやー、グッチョブ狙ってみるか。サンドラあたりが白くなるんだよな。ニックかな。白いラインで言えば。ニック守ってみるか。まあ、マイク噛まれたらもうしょうがないかな。さあ、ニック噛まれてほしいけどな。あ、サンドラ噛みか。ここでサンドラを噛む。ここでサンドラ噛むか。あ、黒塗りしづらいってところか。明日はマイク絶対噛むよな、多分。スーザン・リリアン黒でいいんじゃないかな。理由、昨日の夜提示済み。ジェシカ・リリアン、ニック・ジェシカ、スーザン・リリアン。まあ、ここで狩人使用してもいいな。どうせマイク噛むもんな。だってここで守ったところで4縄でしょ。しょうもないよな。どうするかな。もう狩人仕様なんてしないって線でいこうか。狩人仕様線でいこう。ニック釣りたい今日。なんで安定でニックなんだ。スーザンリリアンあたり行きたいけどな。この髪をしてる時点でスーザンっぽいよな。確定髪してる時点で。それで行こうぜ、その線で。その線で行こうか。ジェシカ黒でから、ね、初日語られたジェシカは2日に占われると完全に予想できる。長文書いていて、ランク数が下がったのはジェシカです。なのでジェシカ黒でいけるかと思われます。なんだフランク釣りを押さなかった？何を言ってるんだ。書いてみるか。スーザンは何で見てんのかな。確かにリリアンはそもそも破綻してそう。なんか破綻してるんだよね、スーザン。髪型的に、サンドラを噛みに行ったり、ソフィア新ルートをしっかり終える人が人狼だと思います。まあリリアンでもスーザン、リリアンは追えなそうだけど、スーザンだったら追えるよな。スーザン、リリアン、黒で提出。ソフィア神、ソフィアの白咲、サンドラ神など、状況的に黒いのはこの2人。リリアンもなぜかスーザンへのヘイトがない。私の発言内容に関する考察もなく、ただ黒い連呼しているだけ。スーザン・リリアンラインがかなり透けていると思います。10秒前。さて、ジェシカって言ったら速攻仮年をするか。さあどうするんだマイク。30秒前。オッケー。さあ多分間違いなくマイク髪してくるだろうな。ここであえてニック守ってみるか。だから間違いなくマイク噛んでくると思う。ここはどうするか。守ってもしょうがないな。いや守るか。ここでここで守って占いし、仮移動使用してやるか。それで2択にしよう。ここで守ろう。ここで守る選択肢だ。多分ね、ここで狩人のログっていう風に言えるはず。お、俺噛むのか。マジここで俺噛み。ほう。ニック、スーザンで一騎打ちすんのか。なんかいまいち謎だな。なぜそこを潰した？なぜそこを潰したんだ？なぜだ？当然そこを潰したんだ。よほど狩人のログに見えたの。よほど村目を取れたのか。まあ、長文なので、村目取れたのか。この紙なんだ？ニック村。この紙何を考えてたんだろう。まあ、スーザン黒くしたい紙かな。うん、まあ確かに。まあ確かに。それでもマイク噛むわな。なんか急に饒舌になるっていう。狩人にグッジョブ出されてもマイク噛むっしょ。そもそも私狩人だからマイク守ってグッジョブ出たら場合によって人狼出てくるし、そこの反応から考えようと思ってた。まあリリアン黒だったら自動的にって感じだよな。割と自動的にって感じになる気がする。ニック・リリアン黒なんてあるのか。難しいな、ここ。ここ難しいな。昨日スーザンはリリ提出して切ったにもかかわらず、最後に俺とジェシカにしている。昨日スーザンが勝負をかけに来てたのか。まさかフランクシンなのか。フランクシン2だよ。ああ、やっぱそうか。スーザン黒いんだよな、初日から初日から黒いんだよな。うん、どうだろう。まあソフィアの格好、ジェニカ初日どこ守り、ソフィアギオキ、どうだろう。ソフィアシンと思ってたが、そこまで考えが至らない人狼ならフランク噛みそうと思ったので、フランク守り。ソフィアの課題がいいんじゃないですか。次の日は1分前。確かにそうなんだよな。マイク噛む方が勝てるんだよな。あえてここでジェシカ噛むっていうのが意味不明なんだよな。30秒前。まあここちょっと黒いな。これは迷うな。だからスーザンは初日から黒い。普通に行くとスーザン。ただこの髪型的には、あえてスーザンこんな髪型しないような気がするから。ん？何言ってんだ？そういうの必要なの？え、マジで言ってる？10秒前。なんだこれ。これスーザンもしかしてこれ相当せこいことしたんじゃない？こいつニックに入れてランダムみたいなことさせようとしたのか。え、相当これメタでしょ。これ相当やばくない？これスーザンやべえぞこいつこいつやばないか。いや村だけど負けてるけどスーザンやばくね？クソ勢いなんだがスーザン。あ、あれなのか、普通にマイクに入れたのか。マジで？最初から最後まで真っ黒だな。これはひどい。これはひどいジャッジメント。GG。